今日は文字ある文字の計算をやろうポイントは一つだけ文字ある文字の計算 6x 割る 2x こんな計算が出てきたらまず割り算は逆数の掛け算にするこの時には文字も含めて逆数にしよう 2x 分の1だからこれを計算すると3が残るね x はうまく消えてくれて結局答えは3年。 これだけ覚えておけば大丈夫だよじゃあ早速問題見ていこうじゃあ例題ね次の計算をしよう丸の ① が 6x÷3x 計算するよまず割り算は逆数の掛け算にしようだから6 x かける3 x を逆数にすると 3x 分の1文字も含めて 逆数にしようこれを計算するとまず数字の部分は3がうまく約分できて2が残るあとの部分かける x 分の1これは x 分の x っていうことだから1年だから答えは2じゃあ次いくよまず1 2 x y る4 x は 割るに注目すると掛け算に直す掛け算に直すときは逆数の掛け算にしようマイナスの 4x 分の1ねこれを整理するとまず符号についてはマイナスになるね次に数字を見よう4分の1かける12はこれは4がうまく消えてくれて数字は3が残る次に文字を見る xy かける x 分の1は x が消えてくれて y だけ残るだから答えマイナスの 3y ねじゃあ丸の3 18a の2乗 b 割る 6ab これも計算するとまずは割り算を見たら掛け算に直すこの時には逆数の掛け算にするこの時には 6ab 分の1ねじゃあ計算しよう 数字についてるとうま、ん、く6で約分できて3が残るつまり数字は3文字はどうなる A B×AB AB ののの乗分分ってことは A がまず1個消えて B は B 分の B になるからここの部分は1になって文字が消える残った文字は A だけだから 3A これが答えになるよ。 じゃあ練習も見ていこうじゃあ練習ね次の計算をしよう丸の1が 15x 割る2分の 5x 計算するよまず割り算は逆数の掛け算にしようこの場合にも 15x かける2分の 5x を逆数にするこの時に2分の 5x っていうのは X は上からについてるのだね2分の5、X、だから逆数にするときにはそう5、X、分の2にしてあげよう。で計算すると数字については5はうまく消えてくれて3が残る 3×2 だから6ね。X、については、X、分の、X、になるからうまく1になってくれて答えは6だよ。 でここはものすごく計算ミスしやすいポイントがあるよ。注意、x 割る3分の 2x こんな計算が出てきたらよくこんなミスしちゃうんだよ。数字の3分の2だけ見ちゃって2分の 3x でしょとこれはもう大間違いないこの時には x かける 2x 分の3にしないとダメ。 ななぜならここの x 3分の2っていうのは書き直すとね3分の 2x は分子上かに乗っかってるのだからこれを逆数にするっていうことは 2x が下に来て3だけ上に行くここ絶対に間違いないようにしよう分数だけ見ちゃダメ文字も合わせて逆数にしようじゃあ丸の2ね同じように考えると4分の3 xy 割る分のね逆数のかけ算にするからかけるこの場合にも y は上に乗っかっているから逆数にすると下に行く4が上に行くこれを計算するとまずは数字の部分4分の3かける1分の44が消えてくれて3だけ残るねさらに文字はどうだろう x y かける y だから y は消えてくれて x が残る。つまり 3x が答えになるよ。じゃあ丸の3。マイナス 12a の3乗割る括弧のマイナスのよね。計算しよう。まず考えるのは割り算。割り算は逆数の掛け算にしよう。この場合にはマイナス 12a の3乗かける 符号はマイナスのままで a 分の1年、ね、こうしよう次に考えるのは符号マイナスとマイナスかけてるからプラスになる 12a の3乗かける a 分の1じゃあさらに計算するとまず数字の部分どうだろう12と1をかけてるから12が残るさらに文字は a の3乗と a 分の1をかけるよそうすると a が1個だけ消えてくれるんだから2が残るね a かける a かける a だから a が a 分の1をかけると a が1個だけ消えてくれて a かける a になるつまり a の2乗答えは 12a の2乗これが答えだよ今日のポイントね文字ある文字の計算は 文字ごと逆数にしようこれさえ押さえておけば大丈夫